構ねがっつり食ってくれたおかげでバレずに釣ることができました。長い、やばいっしょこの腹の太い感じ。何食ってんだろうねこれ、ほんとこの腹。入ったー、おーでっけージョイクロが丸飲みになってます。またまたボンブトの70アップきましたよ。いいんじゃないですかこの太さ、でかいよ。うい太い、いいとこかかってるでしょこれ。70ない、69ぐらいの。こう上流投げんじゃん、つくでこうもうたるみ巻き出す、こう川の流れに合わせてその糸のたるみをどんどん取ってきて、どんどん取ってきて、 U の字になってきた、 U の字になってきた、 U の字の頂点にルアーが差し掛かったぐらいで、贅沢言えばチョンとか入れてやるとそこでまず食っちゃう、こういう感じの釣り。まあいろんな流し方あるからさ、下流側に投げても下流側で着水してからちょっとの間こうたるーんと描かせたりもできるんで。なんか餌が密集しだしたね。こういう場合思いっきりほんと上投げて流し込んでくるとパコーンって食ったりするからな。ライトがつかどうだろう、ジョイクロで食ってくからな。上のこの密集したライズに入れたらそこ食ったな。おお、引く引く、上流に登ってくタイプの人だ。あ、じゃあジョイクロで連発。うわやべ、下流に走られた、やべ。行きまーす、まだか、もう一回し。やーい、あーでかい、この太さ、ハーモニカ食い、ハーモニカです。ジョイクロがハーモニカと化しております。ハーモニカ、これぞハーモニカ。長いよ、そして太いよ、長太い、これは嬉しいね。いや危険なかかり方してますよこれはね。針取ってから計測したいと思います。ぶっとい鈴木、秋本番ですよ。はい、綺麗な鈴木ちゃん。ジョイクロフィッシュは7-8、ぶっとすぎる、このブラックバステイストな。しかも銀ピカね、口はちょっとつっちゃったから今傷つ入っちゃったけど、すげー。いやー、もうちょっとでなんかならず。河村豪太郎さんスペシャルのジョイントところに78いただきました。でかいっしょ。じゃあ78です、この口で逃がしたいと思います。で、改めて今日の結構当たり針、当たりルアーがこのジョインテッドクローの河村豪太郎さんスペシャルに
この前ね買ってみたね、市川フィッシングのカマキリフックで、でスプリットリングをちょっと強化した少しオリジナルより沈む仕様のジョインテッドクローにバッチリな超過が出ておりますよ。じゃあ引き続き投げ込んでみたいと思います。